新元氏は、中華民国成立後に、歌唱忍ぶが編纂して1919 19年に成立した、元朝一代の紀伝体歴史書。従来の元氏の不備を補うものとされて、1921年に、当時の中華民国大総統、女性賞によって生死に加えられて、従来の24史を25史と改めた。民の建国後に執筆された。 原子はモンゴル食を中国から一刻も早く一掃したいという初代皇帝、神武帝の思惑によって実質編纂期間が数ヶ月と限られるなど図ん期はあまりないものであり、神武帝の死後には早くも改底論が現れる始末であった。このため何度も改底の試みが行われて、真の小延平の原子類編や戦隊金の原子持続表、 高一氏の原子区分商法、とよりの猛骨字式などが執筆された。だが、次第に、元王朝自体が広大なモンゴル帝国の一部であり、モンゴルやイスラム世界などの資料の理解がない限りは、正確な元朝の歴史書が編纂できないことが明らかになってきた。新元氏は、こうした事情に配慮して、これまでの先人の著作に加え、元朝必死やラシードッティーンの 収支なども参照して原子を改定する形で編算された。だが、この新原子に対しても原子よりは少し増しになっただけであるとの批判が寄せられた。細部の誤りや不備が指摘されただけでなく、従来の原子を改定、増補した部分の根拠が明らかでなく、原子量からの誤った引き移しも多いと非難された。このため、 1930年には重定が行われたものが刊行され、歌唱しのぶ自身も、新元思考渉を表してその根拠について解説した。ありがとうございます。